はいどうも、ライジム杯、金原に唯一勝てる可能性がある男柴田です。はい、ライジンランドマーク6を見まして、まあちょっとあの2日前のことなんでね、まあちょっと動画出すの遅れたんですけども、パソコンがねようやく直ったんですよ。直ったというか、あの修理に出してたやつが帰ってきて、いつものカメラ、いつものパソコンで動画を出せるということになって、ちょっとその設定でバタバタしてましてね。はい。ようやく復活できます。はい。なので今日は、ライジンランドマーク6のお話をしようかと思います。はい。まあ、話すのは2試合。まあ、ちゃんと話すのは2試合と。あとは、まあ、工事朝倉会の、試合が流れたことについてですね、まあ、ちょっと思うことをお話ししようと思います。はい。まずどうしようかな、どっから行こうかな。結構ね、まあ大会的にはマジでカードが微妙かなって思って、で生放送を見たんだけども、やっぱガラガラでさ、まあメインの時あたりは多少は席埋まったと思うんだけども、それでもやっぱ客入りが結構厳しい感じで、でカードも微妙だったからね。で俺的にもペーパービュー今回買うか買わないか結構悩んだんだけど、まあいっかと思って、まあ一応その動画にできるしね、まあ一応買っとくか見とくかっていう感じで、まああんまり見たい試合はないんですけども、今回ペーパービュー買いました、っていうぐらい、まあ今回ちょっとカードが弱かったね。でまあそんな中であまり期待せずに見たんですけれども、結構試合は、面白い試合があって、まずねあれが良かったね、貴謙信 VS 荒と怪獣キラー、あーこれなんていうんだ、秀明かな、わかんないけど、貴謙信と荒とさんっていうこのヘビー級だよね、120キロ級の試合が、これが面白いですね。まあもともと俺昔から重い階級の試合がやっぱ見てて好きだからさ。なんだけども、これは、まあ貴謙信のレベルとか、まあそういうの全く置いといて、俺もゴキブリ痛かった。ゴキブリ痛かった。わっ、雲だ。どうしよう、やるか、でっけえ雲がいた、あれ、はい、あ、どういった、手追いの獣が一番怖いぞ。あれ？どこ行った？あ、消えた！嘘！どこ行った？あ、裏か。ちょっと怖いんですけど。すげえでっかい雲いた。あ、しかも、消えた。消えたわ。マジ？お、雲、マジ、え、どうしよう、ほっとくか、ほっとく、マジか、無理だわ、いなかったことにしよう。はい、はい、まあ荒藤さんの試合良かったですね。はい、すごいなんか喧嘩強いな、喧嘩強いんだろうなって思いました。はい。でイゴール田辺、あ、いい一本勝ちでしたね。中村優作 VS 広谷、あ、これあれだ、朝倉未来の、朝倉未来練習生の広谷くんだね。まあ結構
果が欲しいところだったけれども判定割れて負けましたと。うん、まあ正直僕これ試合見てて、ひろやくん勝ったかなってちょっと思ったね。だけどもまあこの時の審判員が全体的なポジション取り、グランドとか組のポジション取りよりも、まあ、打撃の有効打、まあ、ダメージの方だよね。まあ、もともとダメージ 50% あるらしいから、判定においてね。打撃のダメージを取ったということで、まあ、攻めていたし、ポジションは取っていたけれども、明確な、決定打を与えられなかったと。ダメージを相手に与えられなかったとして、まあ、ひろやくんは負けたと。で、中村優作さんは打撃コツコツ当てて、で、一瞬ひろやさんを、ダウンさせるようなシーンもあった。なので、まあ、こうダメージを取って、中村優作選手に判定がいったっていう感じですね。はい。まあ、いい試合だったけど、まあ、結果出さなきゃダメだよね。結局、ね、いい試合って、してもさ、1ヶ月後にはもうみんな覚えてないからね。伝説的な、まあ、めちゃめちゃもう後世に語られるような名試合だったらさ、負けてもさ、あの試合はすごかったねってなるけども、やっぱ、ね、そこら辺の選手と、まあ、中堅どころの選手同士で戦ってどれだけいい試合したってね、後世に語り継がれてみんなが覚えてる試合にはなんないからね。だからやっぱだから結果って大事なんだよ。その残るから文字としてさ、データとして残るからさ、結果ってまあもちろんその内容とかさ、大事なんだけども、やっぱ結果が全てだから。だからひろやくんはもうこれで2連敗3連敗でしょ。もうそろそろ朝倉未来お兄ちゃんの名前が使えなくなるというか、朝倉未来のお兄ちゃんのプッシュがあったとしても、もうそろそろ結果出さなきゃいけないから、もうまあ次あたりがちょっと正念場かなって思いましたね。うん。はい。で、梅の斎藤、まあ、これも何とも言えなかったな。うん、ちょっと何とも言えなかったですね。はい。あんまり面白くなかったですね。で、スダリオ、イム・ドンファン。これはスダリオが勝ったんだよな。これはスダリオめっちゃ強かったんだ。うん。はい。で、まあちょっとここら辺は置いといて。で、メイン。太田忍 VS 佐藤翔子。はい。太田忍の相手が急遽、変わりまして、佐藤翔子という、これワンかな？ワンだかなんかで出てる選手だよね。変わりましたよと。で、太田忍が判定割れて負けましたっていう。これもね、ヒロヤと同じなんですよ。太田忍はレスリングで、まあ完全に相手を捕まえて、で、コロコロ転がして、で、投げて、で、ポジションは取ってたんだけれども、まあ、佐藤翔子の方が打撃を当ててて、結果、あれ、ダメージでね、ダメージの深さで佐藤翔子に判定をつけたっていう。感じで、まあ、全くヒロヤと同じ感じで負けましたね、太田忍が。で、まあ、これを思うに、まず、太田忍のセコンドが指示しなきゃダメだよね。で、今日の審判員は、ポジションで、グランド組のポジションで、まあ、こう、制圧してる方というか、コントロールしてる方ではなく、打撃で取ってる。打撃でポイント取ってる方に、判定つけるよっていうのを、ヒロヤ戦で見てるんだから、同じことさせちゃダメだよね。だから、太田忍は、まあ、完全に打撃、組でつけてはいたけど、それじゃあ、やっぱ結局、今日の試合、今日の判定では勝てないっていうのが、ヒロヤ戦で見えてたんだから、だからそこはセコンド指示出して、行かなきゃダメだよ。あ、このペースだったら勝てるな、このペースだったら判定で勝てるなって思って、その同じことをやり続けさすんじゃなくて、やっぱどっかアグレッシブでね、攻めに行かなきゃね。うん、で、まあ太田忍はまあ前の2試合はすごい良かったけれども、やっぱ
こうまだまだ MMA に対応しきれてないというか、完全ちょっとまだレスリングやってる感じでね、やっぱこうポジション取ることはできるんだからさ、そっから組み倒して上から殴ってみたいなところまでまだ行ってなくて、組み倒すだけなんだよね。だから惜しいというか、まだ発展途上というか、っていう、まあちょっとそうね、まだ、まあでも良かったと思う。朝倉海とかとやっても多分まだ全然勝てないよ、太田忍は。だから一旦ここでまあちょっと負けて、でもう一回やっぱ自分がこう苦手なこととか、もっと上に行くためには何が必要かっていうのは分かったんじゃないかな。まあともかくね、そのね、こうレスリングが強いだけで相手を寝かせるだけじゃさ、総合は勝てないからさ、勝ちきれないから、うん、あと逆にそのレスリングって倒すことは強いけどさ、逆にその柔術タイプみたいな引き込む人ってさ、もう別にどうぞ倒してくださいじゃん。で柔術って下になった方が強いからっていう、なんか柔術タイプとこう当たった時に下からの仕掛けにかかっちゃったりね、っていうので、そのレスリングはレスリングで、まあ、総合格闘技を有利に進める武器ではあるんだけども、やっぱそれだけでは勝てないし、うん、でね、それだけ持ってればその絶対無敵の武器じゃないからさ、だからもっとやっぱ太田忍は今回の試合で学んでね、練習するとこがたくさんあるかなっていう、まあ、課題が結構見えた試合かなって思いました。はい、で、まあ、ところ、アライン・ヒロ・ヤマニハがあってっていう感じですね。まあ後輩いいでしょう。はい、で今回僕はまあ一番こう言及したいのが、浩司朝倉海外の MMA マッチが流れたじゃないですか。で僕はまあ皆さん知っての通り浩司アンチなんですよ。浩司に振り回されて、まあ雷神でもだいぶ無茶な、オファーを飲んだりとか、まああれだけさんざさんざ煽ってね、で結局決まんなかったりして、浩司に対するフラストレーションめちゃめちゃ溜まってて、僕浩司アンチなんですけど、今回浩司が朝倉海との試合を断った件について浩司アンチがね、結構ネットで騒いでる。いや浩司はホラー逃げたみたいな、浩司やっぱ逃げた、ホラー逃げたみたいな、浩司は弱虫だみたいなことを結構言ってる人とか、まあ試合が流れたことについてあれこれ言ってる人ね、まあ試合流れてよかったっていう人もいれば、おお浩司逃げんじゃねえよみたいな、っていう声も2つあって、俺これについて思うんだけど、いや今回は浩司全く悪くないよねっていう、榊原社長がマジで無茶言いすぎ、無茶しすぎ、うん、でだってさ、浩司 MMA に転向するって言ってさ、少なからず準備をもう今はしてるわけじゃないですか、ずっとずっと、まあまだ1年も経ってないか、だけどもまあ今青木真也とかを練習してね、総合を一応お客さんの前で見せれるように今練習してる時でしょ。なのにさ、その明らかにちょっと格上というか試合にならないような格上をぶつけ、させられて試合受ける必要ってなくない？だって自分が練習したこととかを全く見せれないでしょ、朝倉海相手じゃさ。だからそのせっかく練習してんのって何のためなのっていうね。だから榊原社長は、まあ、名古屋大会ね、まあ、客が入んなかったみたいに、やっぱりカードが弱いから、だから結構そのね、なんとかあのチケットを売るためにさ、お客さん呼ぶためにさ、ああいう無茶な要求をするけど、あれは選手にとっては酷だし、選手のこと全く大事に、まあ浩司を大事にしてないというか、浩司を育てるつもりも浩司を大事にするつもりもそもそもないからそういうオファーをするんだろうけど、それにしたってひどいよね、リスペクトがないなと思った。だから俺の時もそうだったのよ、ライジン東京ドーム大会があったじゃないですか。で那須川天心 VS ボクシングルールで3人、所秀夫、ひろやさん、あと誰かみたいなあったじゃないですか。あそこで僕、あの3人の前に僕にオファーが行ったの、しかも再三のオファーがね、柴田さん、東京ドームで、なんだっけ、那須川天心と柴田さん戦ってくださいと、でギャラはこれだけ出します、すげえ金額だよ、
めちゃめちゃ大きい金額提示されて、でやるんだけど、俺もう試合をオファーするんだったら少なくとも2ヶ月前までに行ってくださいねって、まあ、最低でも1ヶ月前って言ってんだけど、オファー来たのが10日前ぐらいですよ確かね。で試合なんかできないし、体も全然作ってないし、むしろ動いてないからね、1分も動けないみたいな感じの状態で関係なくオファーしてくる、とりあえず出てくればいいかってね。だからやっぱまだどっかこうなんていうの、プロモーター目線というよりかはイベント屋目線で、イベントに、まあ、とりあえず役者が出てくれればいいみたいな、でもうステージの上で何が行われてようが、もうめちゃめちゃなね、見るに耐えないものだったとしても、とりあえず役者をステージに上げたい、あとはいいみたいな感じのね、まだやっぱこうテレビやイベント屋だった時の癖が抜けきれてないというか、やっぱ格闘家目線じゃないし、こういろいろひどいなって思うよね。だから今回浩司が榊原さんの、まあ、その要求を飲まずにね、まあ、結構な金額が提示されると思うんだけども、その要求を飲まずに、いや自分は普通にやりませんよと、まあ、ボクシングルールとか風船割り対決だったらいいけどっていう主張を通したのは、これは浩司が正しいと思うね。だからなんか相変わらずめちゃめちゃな要求を選手にしてるんだな、これに付き合わされる選手って大変だな、そしてライジンと真っ当にやり合うには、ライジンと対等な関係をこう築くには、もちろん自分のネームとかね、チケットを売る能力もあるんだけども、ちゃんとこうやらないものはやらないね、やりたくないことはやりたくないってバシッと言って自分の意見を押し通せる人じゃないと、まあ、ただただ榊原さんに使われて潰されるようになっちゃうのかななんて、まあ、萩原恭平とかまさにそうだよね。だから榊原さんの無理な要求を飲み続けて、まず潰されつつあるファイターって感じで、まあ、そうならないためにこうな、ね、自分のこうプライドを持ってさ、こうライジンと向き合わなきゃ選手たちはいけないよなって思いましたね。はい、工事は今回は全く悪くないと思います。はい、そんな感じで僕はですね、ライジンランドマーク大会を見た感想をお話ししました。やっぱでも思うのは、工事の相手俺でいいな。工事の MMA の相手はね、芦沢流星とかね、あとはなんかもうそこら辺じゃないよ、やっぱ柴田がいい。今年の大晦日はちょっと準備しときます。コージ VS 柴田 MMA でどうでしょう。はい、そんな感じで柴田でした。バイバイ。